平岡つゆ子は日本のフィギュアスケート選手。全日本フィギュアスケートジュニア選手権の女子シングル初代チャンピオン。日本スケート連盟フィギュア委員、強化コーチ。東京都出身。兄は白本奏者の平岡洋一。1932年第3回全日本ジュニア選手権に女性として唯一に出場し、2位となる。ただしこの年の大会は、 男女混合で競っており、1位は男子の長谷川昭夫であるため、事実上女子の優勝者であった。翌年の1933年、第4回全日本ジュニア選手権からは、男女別の競技に代わり優勝を果たした。戦後は、南菊子の名前で、日本で初の国際スケート連盟の審判員となった。日本スケート連盟のフィギュア委員、強化コーチ、常任委員と歴任し、 1963年世界選手権の日本代表監督、1972年オリンピックのペア審判員として活躍した。大阪府スケート連盟名誉理事にもついた。71日本アマーチュア年間 P41 南菊子さん TV 出たくらい読売新聞昭和37年11月28日、日本スケート誌日本スケート誌観光会編。 P308 札幌五輪が、原点フィギュアコーチ、長考歌子日本経済新聞2010年5月25日府、読売新聞昭和37年11月28日。ありがとうございます。